やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人浜です。はい、現在3月16日水曜午後6時6分ですね。さあ今日ね、もう朝からほぼ寝ずね、堺の幼稚園保育園かまでね行ってきて、最高のショーでした。2ステージね、最高でした。もう眠いです、正味眠いんですけども、あの疲れてもいますけどね。ただ母がね、今日は仕事でいない時なのでこうやって撮影してます。さあ、いよいよ竜王のお仕事最終回の時間がやってまいりました。行きましょう。はい、僕はマジ大道芸人浜和と言います。一生瓶乗ってジャグリングして、ハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。普段は、子供たちの前で主にですね、やればできる諦めない、これを伝えたくて、パフォーマンスしてますが、現在コロナに全ての仕事を奪われ、昨日までなんと87連休というね、まあ、ありえない地獄を味わってます。まあまだまだ収入はないんですけどもね、まあそんな中でも1日も休むことなく、まもなく3年目に突入してます。アニメのリアクション活動ですね。ただ去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画がぶっ飛び、中でも馬娘を失ったことでこの 4,5 ヶ月ずっと2桁再生、チャンネル登録全く伸びずというね、地獄を味わってて、やめとうてしゃあないと言いながらもなんとか気力振り絞ってね、続けてきてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS 各種 PV プロフィールなど全て説明文にあるんでね、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。さあ、今年の9月ぐらいでかい発表あると思うんでお楽しみに。じゃあいきます。 D アニメストアです。3、2、1スタート。さあ、これどういう最終回なのね、竜王戦第4、こっから大逆転勝ちするのかな。あ、銀行や。なんか許してる感じがするな。はい、ちょっとブラックコーヒーね、飲みながら眠気覚ましていきます。これ負けたらどうなんの、そのいい気分転換になったんとちゃう、これ。竜王のタイトル失ったらどうなんの、何段とかなんの。最後の審判、あ、シャカンド、ゴッドコルト、4000。封じてって何これ、つこうとあかんってことやね。
大石さんやね、さっきの大石アスカちゃんだかな、あれ。お、ナタギリさんね。じゃあまあ、アイちゃんのアホ毛がロクロバさんやね。何のバトルやねこれ。いいね、小学生対中学生。めちゃめちゃさっきを読んでるってこと？これは。これ今気づいたけど、読売新聞社も名前そのまま出てねえな。名人って井上和彦さんやったね。目が死んだ。みんなの声が聞こえてきてるね。ああ、なんか JS 券がしばらく出てない気がする。ああ、持ち時間なくなってんのね。ああ、内風言うてたな。
ああ、4回やったら反則や言ってたな。これが内歩詰めってやつ？反則？なんでや？あ、そうなん。引き分け？誘ったってことか、これ。ノーコンテスト。ノーコンテスト。え、ひ。え？これが引き分けとなったらもう負けやわな。ああ、いいな、焼き鮭食いてえわ。すごっ。なんやと？銀行来てこれ。泥棒猫。やっぱいいね、茅野愛さんのあらあらはいいね。ジャヒー様の店長ね。おお。そんなの30分で。
顔が初めて出た。清武師匠のようにちゃんとね、掴んどるね、ズボン、袴。ああ、ジェイスケン。あ、月読み坂。みんな結構夜中まで起きてられるんやな。貧乏ゆすり？おお。買ったの？おお。あ、夜叉神愛嬢。おお、いつも、ああ。おお。さあ、残り3試合放送できる？これ。
おお、これは1話の一番最初。やんねえ。え、そういう終わり方なんや。あ、4連勝したのね。あ、銀行。おばさん。しいたけめ。これくごいは。いかもくんの。あ、ろくろばさんね。なたぎりさんね。あ、目が見えた。アスカちゃんね。お小川さんやね、これ。クルーのさんやったっけか。あ、いいかよ、おったおったおった。ああ、オープニングの最後のとこや。終わりか。終わりか。はい、ことで、まあ、ハッピーエンドでしたね。ちょっと最後、だいぶ駆け足やったけど、あんなこと、実際にあったんかな、その、ノーコンテストって。まあ、プロレスではしょっちゅうノーコンテストありますけどね。まあ、とりあえず、銀行がね、どうな、許してたんかどうかわからへんけど、優しさを見せてくれたところがめっちゃ良かった。あとね、そのちょっともう将棋全然分かりませんけども、そんな瞬殺でバーって読めるもんなんですか？ まあまあ自分はね、その何ね、俺たちはみんな将棋をやってるんだっていうぐらいジャグリングに情熱をね燃やしてたんで、
アニメにハマるまではね。今はもうほんまにコロナがね、全て奪ってくれてるんで、仕事がちゃんとね、また定期的にね、あの元通り入ってくれば、もう全然練習に時間ね、使うんでね、今はもう練習しようが、ね、その、披露する場所がないからっていう話変わっとるやないか。うん。まあまあ、ほんま、なんか、スポコンでしたね。なんか、どう、なんやろね。あれ、愛ちゃんのあのお水のシーンって1話の再現をしたってことやね、あれ。で、私に商業してくださいって、あれ1話やね、確か。1話の再現。それとも1話のシーンがここやったの？ちゃうよな。すいません、あの解釈しちゃったら全然、もうあの違った、すいませんね。アホなんで。うん。まあでもいいアニメでしたわ。あのもうとにかく、ケイカさん、めっちゃ好きになった。ケイカさんみたいな女子、どっかいいんかな、ほんまね。さて、ということで、とりあえずね、竜王のお仕事終わりました。うん。なんか、一応あっという間に見れたな。まあ、3日かかったけど、とりあえず見れましたね。3日？いや、昨日、まあ、ええわ。はい。ということで、ちょっと次何見ようかな。もう言うてるまであとね、15日で過去アニメ一旦終了なので、まあ、この後また決めます。まあ、この後はね、プリンセスコネクト見なあかんので。はい。とりあえず見終わりました。ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。はい、まあまあまあ、もう冒頭でも言うたにね、昨日まで87連休というね、もうありえない地獄を味わいながらも、このアニメリアクションね、これはもう毎日欠かさず投稿し続けてますんでね、もうほんまにやめたくて仕方ないんですよ。ずっと言い続けてますけどね、それでもなんとかね、あの気力を振り絞って続けてきてますんで、ぜひね、皆様あのアニメを楽しみつつ応援よろしくお願いいたします。はい。で、あとはね、もうコロナが終わった時にね、ぜひとも僕のショーを見に来ていただきたいと思ってるんで、読んでください。説明文をね。そして、ジャグリングパフォーマンスの動画もね、いっぱいアップしてます。あの、今日のダイジェストもアップしてるんでね、ぜひそちらも、再生してやってください。ね、僕が大道芸人であり、パフォーマーであることにね、あの、ほんまにどれだけ命を懸けてるか。まあ、会社員辞めてまでやってますんでね、分かっていただければありがたいかなと。うん。あの、矢市が将棋にかけるぐらい一緒にするなと思うかもしれませんけどね。うん。一生懸命やってるんで、ぜひね、応援しちゃってください。はい、以上、アニメリアク職人こと、マジ大道芸人浜田でした。ありがとうございました。それでは、失礼します。